はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストミストレールソング続きやっていきたいと思います。今ね、ベラヌールって場所にいるんですけど、これね、豪傑グマみたいなのがいますね。で、全員ね、魔法の盾、装備できるぐらい。だからハッサンとかもね、デボラに変えた方がいいかなとかも思ってんだよね。呪文使うの結構多いからね。あとマグマの杖ってのがあるらしいんですけど、まあそれなのかここなのかどっちかなと思うんですよね。結構きついからね。いきなりこうなるから。まだこの先大灯台があるらしいですけど、まああの大灯台なんだったらもしかしたらね、あいつがいいのかなとかも思いますけど。ここ攻略してその海のとこにあるマグマの杖があると言われるダンジョンか、そこに行こうかなと思います。まあどっちが先か分かりませんけどね。だからどっちにしろと結構きついんで、お、驚きと惑ってになってしまった。お、いけた。たまに毒ガのナイフの麻痺とか効いたりするんで。オッケーオッケーオッケー。2レベルぐらい前回から上げてますね。デフォイメ覚えました、そばね、主人公が。危なくなったら出てって感じで。入れ身と持ちの方がいいのかな。塔の中入っていけんのかな、その前に。そもそも構いたち覚えましたね。やっぱそういうの駆使した方がいいかな。お、宝ありますね、早速ね。いや、なんかそれっぽかったなと思って。あ、入れ替えれんだ。ってことは、大バサミとかもあった方がいいのかな。ダンジョン BGM がドラケ5なんですよね。お、ベビーサタン初ですね。おお、怖っ。おー、恐ろしい。一瞬ヒヤッとするね。ざらきぐらい唱えられそうだからね、普通にね。まあ最初は宝あさりとかかな。そっか。
りあえずアタッカーで後ろで回復してって感じでもいいかもね。ケガワードフード、ケガワードフードってそんな大したことなくね。ね、売ってたよね、毛皮のフード。わー、あといっぱい出てくんな。あー、恐ろしい。あ、違う。デボラがいるってすごいよね。しかもなんか普通に戦士でね。次の場所見つけて一回戻るって手もあるし、ここにデスニーストーンが一個あるっぽいので、マグマの洞窟はマグマの杖があるのかな、前ねって言ってましたけど、それがないと多分いけないところも存在していくんだと思います。例えばトンドラがハッスルダンスを覚えましたね。全体回復だよね。まずとりあえず一回全部回ってみて何があるか、ね、魔法の盾もう一個欲しいんですけどね。デボラだけ装備しないんですよ。あと大バサミとかあったじゃないですか。だからそんなの持たせたら、この今の状況だったらそっちの方がいいとは思うんですけど。やっぱきついっすよね。メダル王ってどこにいるんだろう。ラゴスでしのぐってのも手ですけど、あんま火力がねそんな高くないから、危なくなったら一回出ますよ。お、ザキ覚えました。あ、上なんかな。コンジャラーも呪文使いますからね。you
ライオン。ここ多分宝だよね。まあすぐ使うのはもったいない気もするけどね。あ、いや3上がったからいいよ。あ、階段が2つある。あそこの階段が先ほどのとこだよね。お、エビルプラント、エビルプラント、このグラなんだ。ドラケイ4でさ、一食いそうの色違いでいましたよ。強いし。主人公で3人回復するか。間違いだ。まあ温存したところで、うん、あ、一つ、ね、さてさてさて結構複雑だぞ。お、どうすかな。ザキやって跳ね返ってきたら嫌だもんな。ヴァンパイアも残しといたらちょっと嫌なんだけどな。ヴァンパイアなんかドラケ3とかだよね。モロバギリ、威力高いけど反動が大きいよね。よし、ちょっと邪魔なの先倒すか。ゲリラマも怖いからね。お、1500。あ、いい武器買えるね。まず最初は宝あさりで、まあ、どんな感じなのかね、見計らってね。まだ全然だよね。こっちっぽいな。なんか合ってるっぽくね、これ。あそこだよね、あのドラケ2のさ。あ、待て。いや、ちょっとラッキーだ。金のブレスレット。さて、チャモロ。いや、チャモロに、チャモロが持ってんだ、これ。5個装備してないのがハッサン、ハッサンだな。ハッサン、まだちょっと回れるかな。こっち正解だね。宝で行き止まりだったんで、いずれ来なくちゃいけない場所だね、ここもね。で、一回来たらもうここは来なくていいってもうね、分かるから。でもそれなりのものはありましたね。冷たい息やだな。
いやー、やめて。ベギラマ使ってるからさ、回復しながら戦えばいいんだけど、戦闘はさっさと終わらせてね、回復したりとかもやっぱり一応作戦ではあるからね。メタルばっか狙っててさ、ある程度ダメージ食らわせて逃げられたら嫌だからね。横毒とか持ってるからめんどくさいんですよ。どっちだ。いきなりボスとかあったら今までのパワーになっちゃうからさ、やっぱ一回出なくちゃいけないよねこれはね。ん？ああ、あっち行き止まりだ。あれボスですね、多分ね。回復できんの？やった。あ、マジか。じゃあちょっと回復できるんだったらここ拠点だね。リリミトも使えるんでしょ、だって。じゃあ今まで来たところ、行ってない場所行けるってことだもんね。なんだ、あれボスだよね、絶対ね。デスティニーストーン。なんかあった時のためのチャモロ、まあ、障害できるからいいですけどね。今回この塔で全部ですか、戻らなくて済んだ。お金も結構あると思うんで、まあ一回戻ってデボラ装備とか集めた方がいいのかなとも思いますけどね。上に回復があるってことはそれなりにやっぱ強いぞ、あれは。そんな気がします。もうちゃんと道を覚えとかないとね。じゃあ寄り道をしてでも攻略するべきだったんだよね。とりあえず行ってないとこ行って行き止まりだったら、上までカットしますんで、一回戻ってね、商品化できてもいいもんね。そうなってくるとね、デボラ装備。ただ、どれくらい大変かお伝えしたいので、一応、まあ、ノーカットっちゃノーカットできますけど。ここの、左側行ってないんですよ。左上。そこだけね、行かせていただいて、あとどうすかな。これね、やだね。上まで行けばもう何とでもなりますけども、回復とか温存は考えなくていいってことが分かったんで、とりあえずね。4900か。盾買っていっぱいいっぱいだね。魔法の盾とか落っこってれば違うんですけどね。ここ行ってないよね。次回、まあここを行ければいいんですけど、洞窟行ってみようか。マグマの杖あるみたいなんで。
ここはスライムの住処、僕たちは悪いスライムじゃないからいじめないでね。キングなりそう。人食い箱は8分の1、ミミックは4分の1で、種のいずれか落とすんだ。普通的に比べてかなり高い確率だよ。ああ、じゃあセーブして。やべな、このゲームでは小さなメダルはモンスターからは手に入らない。オパールの前には守護者がいる。今叶わなかったら少し強くなってから来るといい。オパール、ここオパールなんかな。スライムはなりたそうにこちらを見てる。でも弱いからやめておいた。あと1匹いればキングスライムになれるのに。あ、そうだよね。そんな落ちかなと思ったら。迷うだろう。頂上まで行けるかな。戻っちゃったね。じゃあちょっとね、一番上までカットしますね。ただその前に装備品欲しいんで。どいて。なんでこれいつも邪魔するんだろうな。オッケー。別の盾より3強くてね。3つ、2つ持ってるし。さっき、そうか、宝に入ってたのか。よし。はい、ではね、先ほどまでカットします。はい、上まで来ました。どうすかな。一応これで行ってみっか。お前にはデスティニーストーンにふさわしい力があるのか。ジャミラス。ジャミラス、マジか。ジャミラスか。力ため。スクルト。ルカ。あ、基本だよね。え、あ、聞いた。うわ。もう一発効くかな。ゼロ下がった。攻撃する前に投げたか。スクルトって書いてるね。スカーラーのメラビ覚えた。ドルマ。マジでそんなん使ってくんの。2回行動だね、しかもね。大丈夫かな。おお、怖っ。もうやめて、そういうの。今日当たりだな。ベホイビン。ベホイビンやらなくていいから、プリンだね。守備力下げられましたね。スクルト、もう一回かけるか。スクルト、じゃあ。寝たな。1人入れといて、2人寝てんだよな。デバラもな。ジャモロ、ウリン、ホンドラ。ジャモロがスクルト、メラミ、ザメハがないんだもん。ハッスルダンス15も使うんだ。後ろも回復するんだ。あ、いいね、いいね。あいつ一発もんじゃん。もう、ヨモと、ハッサン、ジャモ、フリ。しょうがないね。起きてくんないかな。上がりきてるね。効かなかった。さて、バギーは。狙う。あ、フェイサーだ。
あ、行けました。結構楽だったね。オパールを守ってる守護者が強いって言ったよね。オパールさて、オパールはどうなの。124の121、なんかわかんのかな、何か違うのかな。あれとりあえず取れましたね。ってことは、まあ、本城から左行けばいいんだよね今度はね。待って、本城のさ6個集めたら私のところに持ってきなさいって言ってる、なんかところどころ出てきて助言してくれる人、あれ実はなんかなんじゃないのみたいな、この人これ。でもなんか多分効果あるよね、何が何効かないとかさ、なんかそんなんありそうな気するけど、でも説明がないからねどうしようもないんですけどね。まあとりあえずは、まあ、こんな感じで、まあ、そのうちね多分この宝石にはこういう効果があるとかね、なんかそんなん分かってくんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。まず一つ目ね、あと5個集めなくちゃいけないんで、まあそうだね、強いとことかにもあるんでしょう。まあオパール一番先だよねこの流れからして。あとまあベラヌールに行った時にまだ手に入れてないんだったら、あのマグマの杖がある洞窟がねピラミッドの西にあるって言ってたんで、まあそっち先なんかもしれないし、難易度的に同じようなもんなんじゃないかな、ね、まずそこ行ってみます。次ね、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。